感動よ、もう一度。誰も吹かなきゃ俺が吹く、秋山幸男の男塾泣きのサックス講座。どうも皆さんこんばんは、ジャジャの秋山です。今日もですね、泣きのサックスコーナーやってまいりました。先週はですね、1回目のサビの部分をやってみましたね。ちょっと復習も兼ねてちょっと吹いてみましょう。感情を込めて、これを先週やりましたね。いつの日かというタイトルにも分かりますように、いつの日かやってやるぞと、そういう気持ちをですね、そのメロディに込めて、吹くことが大事です。ただね、気持ちを込めたいんだけど、そのなかなか吹けない、そういうふうにできない、そのアドバイスを今日もしっかりやってみたいと思います。今日はですね、1回目のサビが終わって、その後に、楽曲ではギターソロが来ますね。またこのギターソロもですね、結構泣かせます。いい泣きのギターソロですが、これはギターの人耳コピーしてくださいね。はい、そこを飛ばしまして、ソロ明けにですね、サビが来ます。このサビはですね、一番最初のサビは優しく、これわざと落とすんですね。次のサビを効果的に聞かせるために落とします。この落としたサビをさっきの、吹いた感じではなくて、本当に寂しそうに、吹いてみましょう。でサビに続くわけですが、ここで気をつけなくちゃいけないのは、優しく吹くとやっぱ感情は入りにくいんですけども、やはり音符の譜面通り、吹いてしまうとやはり味がなくなってしまいます。この優しいけど音符通り、ちょっと吹いてみましょう。味がなくなっちゃうバージョンですね。これだとやっぱりですね、心が伝わりませんよね。ここで落とすところでキュッと燃える気持ちとは別に、燃えるんだけど寂しいんだと、なんかそんなイメージを込めて、もう一度吹いてみましょう。比べるとよく分かりますけどね、基本一番の違いはビブラートですね。ビブラートを多くかけることによって鳴き声のように聞こえるわけですね。女の人がすり泣くような、こういうイメージで吹くと綺麗に吹けると思いますね。その後は、ちょっと待ってくださいね、一応時間が気になりますのでね、はい。その後はもう逆転で、もう怒りを込めて、もうやってやるぞという気持ちをぐっと盛り上げてね、その、ケツから、静かになるケツから盛り上がって、吹くとこまでやってみましょう。
で分かるようにもうパワーが違いますね。さっきが1ぐらいだとしたらもう今は10でもうガンガンいく。ここもタタタ上がって下に落ちるわけですから、一回ちょっと息を抜く。その時も前に話しました、その装備音、この装備音を聞かせて歌っているようにする。でここはちょっと落としながら、これはベントといってですね、しゃくり上げる、こういうことをやることによって歌ってるのが伝わりやすいですよね。で CD だとこっから転調してソロに行くんですが、この曲の場合はソロも書き譜になってます。フレーズを作っていますので、まあ、楽曲の一部だと思いますので、このソロの部分は来週やってみたいと思います。それでは、じゃじゃ秋山由紀夫がお送りしました、男塾だけのサックスコーナーいかがでしたか。ご意見はですね、お便り、ご意見、などはですね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは、検索サイトでメイドインジャジャと検索して、入力していただくとすぐたどり着きます。またこのコーナーはですね、ビデオでもアップしております。そのブログからビデオが見れますので、ぜひ、泣きのサックス習得に役立ててください。男塾泣きのサックスコーナー以上、秋山由紀夫でした。また来週ね。